はい、じゃあテスト。テストいきまーす。はい。で、いきますよ。テスト。よーい。はい。さすが、やり慣れてる。やり慣れてるだけありますね。さすがです。頑張れ健太郎。さあどうでしょう。さあよし、いってらっしゃい。これがもういいですか、このついてない顔はもう終わりで、終わりですよ、これで。2人でこれで終わり。ツーショットは、ツーショット。でもこの人も汚れねえか。汚れるかも。汚す。汚は汚さないけど、モップこうやるように見せかけないしぶきを。ダメですよ、ちゃんと考えてから教室を。急に冷静だ。現状ね、そうだね。やだな。本番、よーい、はい。俺はクソ虫。周り全部山に囲まれてるこの町には逃げ場なんてどこにもない。オードレールを理解できる人間がこの町に何人いる。うっせえクソ虫が。文学少年の春日は山々に囲まれた田舎町で悶々とした毎日を送っていた。そんな時彼はクラスのマドンナの体操着を盗んでしまう。ごめん佐伯さん、俺は罪人だ。春日君、見てたんだよ。バラさないでやってもいいよ。いや、私と契約しよう。え？空はデートが終わるまでに佐伯さんとキスしな。プラトニックなお付き合いをしてください。自分はド変態野郎だって認めな。僕は変態ですらない、僕は空っぽなんだよ。全身皮かぶり野郎。知りたいの本当のこと。キスできる？捨てよっか、これからの人生全部。二人が目指す向こう側に何が待つのか。悪の花。今度は僕と契約しよう。契約させてやるのは私だろうが、ド変態野郎。